ハーフナー・ディードは、オランダ出身で、現、日本国籍の元サッカー選手、指導者。現、スイバラ・サムスン・ブルーウィングス GK コーチ。かつての登録名は、ディルク・ハーフナー、ディード。実測のハーフナー、マイク・ハーフナー日記も日本国籍のプロサッカー選手で、特にマイクのプロ入り時に、日本人として、初の親子 J リーガーとなった。7歳児、サッカーを見て、 フィールド内でボールを足で蹴る選手と全く違う動きをしている他選手を見て衝撃を受けゴールキーパーという存在を知りサッカーを始めた8歳児ハーツズクルツボーイズにゴールキーパーとして入団以降ゴールキーパー一筋の毎日を送る試合中大声で指示しサッカーボールを両手で扱うデドに試合観戦に来ていたニッタがボールに飛びつく この人はどういうプレイヤーなのか、と疑問に思い交際スタート。19歳で、アドデンハーグで、プロデビューしデビュー戦は0から3の完封負け、1980年代、初めには、政治家として活躍していた。1986年、当時日本サッカーリーグ一部所属の、松田寿司監督のハンスオフトに誘われコーチ、兼任選手として来日。 1987年には、新都勝義、猿沢茂、高橋新一郎、木村隆弘ら、地元広島出身者と共に、天皇杯決勝進出に、貢献。1987から88シーズンには、JSL ベスト11に選ばれる。1989年、前年のトヨタカップに出場した PSV、アイントホーフェンが彼の獲得を狙ったが、 松スシーが高額の移籍金を要求したために移籍話は流れ、その失望とチームの二部降格のために読売サッカークラブに移籍した。読売クラブでは負傷を繰り返し外国人ゴールキーパーを好まなかったカルロス監督からレーグルされた。1990年、コーチ就任の要請があったが現役にこだわりこじ。 下部組織である当時 JSL 二部所属の読売、ジュニオールでのプレー続行を選択。1991年、トヨタ自動車 GK コーチに就任するも、現役に復帰し、J リーグ開幕と共に名古屋とプロ契約。1993年、アメリカワールドカップ出場を目指した、オフトジャパンの GK コーチも担当。カタールで行われたアジア最終予選では、数、 ラモスら日本代表選手と共に、いわゆるドーハの悲劇を経験している。1993年から1994年に、かけ、一家全員で日本国籍取得。プライベートでは、長男のマイクを FW に、次男日記を DEF に見立てた、自身の GK トレーニングを行っていた。その後はジュビロ岩田、コンサドーレ札幌などで選手として活躍。現役引退後、 コンサドーレ札幌や横浜 F マリノスで GK コーチを務め2007年は流通経済大学コーチ2008年から2011年9月まで名古屋グランパスアシスタントコーチを務めた2011年9月から2012年までは清水エスパルスのトップチームコーチを務めた2013年韓国系リーグに渡りジョ・タダシュゲン率いるスイバラサムスンブルーウィングスの GK コーチに就任した。2014年母国オランダでピッチに用いる芝生の管理、造成に携わる。子供は長女、マイク、日記がいる。その他の公式戦。ありがとうございます。